皆さんこんばんは。ラベンダーの田中玲奈と岡田真理奈と野津美幸と宮沢真理です。現在ラベンダーはライブツアー真っ最中なんですけれども、はい、福岡を終わりまして残すところ、岐阜、愛知、新宿となっております。じゃあ3カ所ですけれども、はい、どうですか皆さん。残すところかも早かったですね。早かったね。もう超良かったね。もう一周できそうですもんね。できそう。気持ち的にめっちゃわかる。ね、そんぐらい足りてないってことなんで、それをあと残りの3カ所でぶつけたいなと。そうですね。思います。福岡の皆さんもぜひお時間あれば遊びに来てください。ということで今夜もどうぞ最後まで聞いてくださいね。まずはリスナーの方からのメッセージを紹介したいと思います。はい、じゃあちょっとラジオネームがないんですが読みたいと思います。ラベンダーの皆さんこんばんは。こんばんは。そしていつも活動お疲れーな。お疲れーな。はい、自分は今中学3年生で受験が控えて行きたい高校は専門学校なのですが、うん、そこの高校は体重が決められたラインを超えると受験することもできません。なのでラベンダーの皆さんがやっているダイエット方法とかあったら教えてほしいです。あと受験対策の勉強法とかもお願いしますということです。そんなあると体重ジョッキーとかなりたい人もしかして宝塚とか、宝塚とか体型が男性か女性か分かったらいいね。確かに確かに。どう女っぽい男っぽい。自分は今男の子じゃない。男の子っぽいですね。男の子っぽい。で、女の子と私はって書くもんね。でも結構強めな女の子が自分は体育会系な感じかな。なるほど。でもダイエット法やろ。あ、でも男の子も言うか。どうなんだろう。できません、ナッキーとかやる男の子。いや、男の子やったらどうしよう。いやでもなんか女子だったらダイエット法とか結構知ってそうだから。そうよね。男の子じゃないかな、なんか女の子でも知っとうけど聞きたいんや。ありますよね、人の話。まあどう、じゃあバイデン。えおい、両方行きます。両方行ける人の人、両方行けそうなダイエット方法。そうなるほど。もう食べるしかないっちゃけど、まずはね、食事制限。食事制限ですよね。すぐ痩せたいならば食べちゃダメ、やっぱり食事制限。半身浴。あでも男の人半身浴するのかな。でも聞いたことないです。あでもする人するかもよ。半身浴はせんかもしれんけど結構浸かる人おるじゃない。あじゃあなるべく浸かる。あサウナとかね。そうそうそう。わざわざ行きますよね。サウナ結構男の人も食べ行きますよ。レナの友達はあんまり行かんかな。ちょっと年齢がまだ、そうか、中学生。中学生だもんね。中学生か。結構ね、おじさま方は行くみたいですけどね。中学生でもできるダイエットってことね。あ、じゃあ中学生、あ、そうか、中学生の。お金があんまりかからずにとか。そうそうそう。お金かからんと思うダイエット。別にね、で家でできるよね。食べないこと。そうよ、そうよ、やっぱり。あとグルテンフリー、マジで。これは痩せると思います。小麦を食べないってこと。あ、そういうことか、そういうことか。ささみ食べる。そうだね。あ、ささみね。ささみはいいよ。あとは何でしょう、酵素ダイエットとか。あー酵素ね。いやなんかね、そういうの流行っとうけどシンプルに気持ちでいけると思う。レナは気持ちで。だって酵素とかなんかいちいちめんどくないなんかな。それ感じなんだよ。高いよ ね。そうそうそう。グルテンフリーってなんだよとか思うかもしれない男の子とか。ね、レナでも分からんし。なんかやっぱり最初とりあえず受かればいいっちゃろ。とりあえず受かるためには、受かるために、うん、やっぱり最初食べる方がいいと思う。すぐ出るよね、うん、結果には。だって受験することもできないですからね、うん、まずもうそこができなきゃ、ね、どうしようもないから。そうだよね。食べんっていうかあれじゃない、ちょっとずつにして量を、うん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 、食べたい時にちょっと食べるみたいな。もうね、あんまりにも食べないとやっぱ頭回んないですから。そうだな。でも運動すると本当に覚えがいいって言いますけどね。あ、そうか。なんか勉強とかも運動してからやるとすごい入るみたいだから。運動な。でもなんかこういう時期ってやっぱ成長期だから、動けば動くほどなんかお腹すくんじゃない。あーなるほどね。動いたけど食べようみたいなね。しかもなるほど。だってさ、部活やってた頃すごい食べてたもんな。もうダイエットは難しいね。難しいな。あ、目標の人がおればさ、芸能人とかで、はいはい、なんか食べたいと思った時その人の画像とかをめっちゃ見れば食べる気失せると思うよ。なんか理想の体型の人の、それぐらいしかない。やっぱ気持ちの問題ね、それって。やっぱりね、どれだけ、ね、入りたいかとかね。そう気持ちの問題。そうなのよね。そうなんですよね。お腹空いた時にはゼロカロリーのなんか炭酸の飲
飲み物飲むとすごい紛れる、うんうん、紛らわすことが大事かもね、うん、確かに、うんうん、水めっちゃ飲めば水が臭いなと思ったらペットボトル一気に飲むみたいなそうそうですね、水飲んだりゼロカロリーのゼリー食べたり、うんうんうん、確かにゼロね食べようかな、そんな感じで、うん、頑張って。むずいね難しいですよね本当に、うん、あ豆腐をメインに食べる。あー健康的、ね、3個で100円とかのやつが好きっちゃけど俺の、うん、それにそれを毎食一番初めに食べれば他のお腹いっぱいになって食べれんくなるけん、うん、なんかそういう感じで食べる順番、うん、順番大事かも、順番大事、確かに、うんうん、ちょっとかな、 あと野菜とかめっちゃ入れてコンソメスープにするとすごいお腹いっぱいになる。あとトマト入れるといいんだよね、マリン先生はあれかもしれない。トマトは痩せるって言いよって、リコピンっていうのはいいそうですね、燃焼するっちゃね、うん、脂肪を、うん、なんかねちょっと参考にして、野菜と豆腐をいっぱい食べる、ね、ぜひ野菜と豆腐、炭水化物はやっぱダメかな、うん、ダメですね、うん、確かに、ね、炭水化物もし食べるんだったらもうほんとご飯がいいらしいですよ、日本人は、うん、パンとかはダメ、玄米、お米な、頑張ってください、頑張って。じゃあ次いきますね、はい、ラジオネームなみかさんからいただきました。ラベンダーの皆さん、お疲れな、お疲れな、先日福岡ライブに行きました。若い頃にバンドを組んでいたパパと一緒に参戦しました。パパにとってラベンダーライブは初だったのですが、姉さんやマリンちゃんを見て楽しく演奏してるねと言っていました、うん、私にとってはファーストライブツアー以来の参戦だったのですが、レイナちゃんとおかまりの声に迫力が増しててとっても盛り上がれました。帰りはもつ鍋を食べに行き、私もパパも楽しい一日でした。残りの公演も頑張ってください、応援していますというメッセージです。ありがとうございま す。お父さんと来てくれたんですね、お父さんと仲いいのね、確かに、うん、ね、そうやね、いいな。でお父さんとライブとか行ったことあります？ライブはないな。私はない。クラシックのコンサート見に行ったことある。なんかもうお嬢様じゃん、何それ。確かにバンドス関係ね、お父さん。確かに確かにバンドダメなんで、それは致命的だね。致命的ですよ。お父さんとね、ポケモンのね、あの映画見に行ったことあります。仲いいね。子供の頃よね、もちろん。それ最近じゃないね。最近、あの多分ラベンダーになってからだな、ゲノセクトやってた時だから、もう20歳だ。そうですね、20歳ぐらいで。でまだ、ね、20歳でまずポケモンの映画に行くっていうところに、ごめんけどすごいちょっとびっくりする。すいません、今年も行きます。今年も前入り券買ってます。もうやっぱ半端ないね。はい、なんかもうその映画の、だって周り男の子とかさ、子供ばっかりじゃない？あ、結構大丈夫です、友達いるんで。みんな大丈夫じゃなくて、そういうことやろ。でも環境的に、あ、結構ちっちゃい子多いよね。多いですね。そうよね。あ、でもマリンの仲間うちはみんなマリンの年くらいってこと？うん、上もいるし下もいる。へえ、みんなから愛されるポケモン、じゃんじゃん。じゃあ次行きますね。ラジオネームみさぽんさんからいただきました。はい、レイナちゃん、マリナちゃん、ゆきちゃん、マリンちゃん、こんばんは。こんばんは。ふと思ったのですが、いつも皆さんのカバンの中には何が入っているのかなって気になりました。普段どんなものを持ち歩いているのか紹介してください。またこれは絶対に持ち歩いているというものがあれば教えてくださいということです。カバンの中身か。ないと。目薬。財布。目薬、そうね。みんな持ってる。目薬は絶対持ってる。リップは絶対持ってる。絶対持ってますね。あ、じゃあ何？あと 3DS かな。いや、いつも入っとるの？はい、あのすれ違い通信とかっていう機能があるんで、なんか面白いんですよ。今日はこんな人とすれ違ったんだっていうのが履歴にあるんで。え、電源つけてなくてもなると？あ、スリープ状態って言って、ね、こうパタッてするとついてるんですよ。そっかそっか、うんうんうん、それが面白いんですよ。なるほどね。なんでしょう、なんだろう。一応持ち歩いてるの？私ないな。 iPod、 あ、 iPod 持ち歩いてる、うん。なんかこう想像できんものない？なんかみんなわかるやん、普通に持ってそうやん。普通、普通すぎる。変なものも、センス、夏はセンス持ってます。大事よね。大事よ、超熱いですけど。全然涼しいよね、センス。もうほんとセンス様々ですよ。センスは大事だね。なんか、うん、超涼しい、マジで。しかも、あのうちわよりセンスの方がこうパッて眺めるから、まあね、コンパクトだからね。確かにこうやってピッてね。なるほど、他に？他に何あるかな？何だろうね。Wi-Fi。
なん、飴あでも飴大体持ち歩いてる。飴とか持ってた方がいいって言いますよね。確かに。ちょっと夏はちょっとね、もう嫌だな。夏は溶けますよね。溶けますね、溶けますね。からそう、お菓子持ってると絶対溶ける。分かる。溶けるですよね。ガムとか持ってるな、常に。レナも常に入ってる。ミント系のものは持ってる、持ってる。ライト、歯磨き、あ、歯ブラシ絶対入ってる。最近持ってないな。何回の別ないや、面白いもん。普通のものしかない。普通のものしかない。折りたたみ傘は入れといつも。あ、本当ですか。お、用意すると。ハンカチ入ってます、皆さん。ハンカチ持ってる。私は持ってない。あ、ティッシュ、ハンカチは常に。ハンカチ使えるとか見たことある？ないです。ねえ、ない。外では使ってます、ちゃんと。え、レンガ撮るとき、そういうの。歩いてるときとか、汗かいたな、みたいな。汗拭きシートは持ってますよ。レナも汗拭きシートと、うん、まあ、結構あの除菌シートも持ってますけど。除菌コール使うよね。あとはなんでしょうね。あ、日焼け止めも入れて。あ、日焼け止め、夏は結構多くなりそうだ、ね。うん、あと虫よけとかスプレー。あ、虫よけ私も夏持つ。あと一通りの充電。あ、充電器持ちますね。持ちますね。ボディミストとか。あ、ボディミストも香りもね。女子ポーチとかね。うんうん、女子だな。女子の会話やな。もうないよね。もう行きますね。こんな感じですいません。はい。続いてはラベンダー日記。ラベンダーのメンバーが交代でリハーサルやレコーディングなど舞台裏やプライベートをトークしていきます。はい。はい、今日の担当は私、宮沢マリンです。はい。ということでね、今日話し合いたいなみたいな思うテーマは、うん、古代のロマン。わかるかな。ロマン、まあ、話し合えるかな。多分みんなわかると思うんですけどね。なんかもう、まあ広く日本も世界も広くその昔のやっぱ皆さん歴史とか学んだと思うんですよ、はい、うん、そこでなんかすごいここ引きつけられるなっていう文化だったりとか、うん、なんか風習だったりとかそういうのってあります？そうですね、はい、エジプトとかそういう感じ。そう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 、江戸時代とかね、ロココ文化みたいなやつ。なんかもうそういう一人で言っただけで。でもね、古代ローマとか好き。そう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 、それについてね、ちょっとね、私語りたかった。古代ローマはない。え、いいよ、語って。まあ、ちょっとしか言えないんですけど、なんかギリシャとかローマとか、なんかそういう文化がすごい好きで、うん、まあ、今日電車乗ってる時に、なんかそのギリシャの店、ギリシャ店、うんうん、みたいな看板を見て、ちょっとふと、そういえば、なんか、ギリシャじゃないけどイタリアの都市でポンペイっていう街があったなと思って調べて、ちょっと見たら、やっぱポンペイってすごい悲しき街だったなっていうのは分かって。なんで？どういう歴史？ですね、ポンペイっていうのはイタリアの都市で、あのベスビオ火山の噴火で火砕流によって1日にして地中に埋まった悲劇の都市なんですよ。でそのすごい有名なねものを私も今でも覚えてるんですけど、その噴火に間に合わなくて逃げ遅れた人たち の、うん、そのなんだろう、亡きがらっていうか、うん、まあ、火砕流がこうかぶさってしまっているから、うん、こう土の中で空洞になっちゃうんですね。その熱とかで、熱ガス熱風みたいなのが500度ぐらいあるっぽくて、うん、それで人間溶けちゃって、で骨だけ残ってるんですよ、この空洞に、うんうん、でその空洞をうまく使ってその石膏っていう、あの分かるかな、あのなんだろう、セメントみたいなものを流し込むと、うん、その人型が出来上がるんですよ。すごい。そう、そういうのをね、ちょっと画像ね今日いろいろ見てて、うん、すごい生々しくて、うん、まあ、こうやちょっとあの苦しんでる姿をなんかもう表してるっていうか、本当にそのまま残ってて、でなんかもうちっちゃい子とか犬とか赤ちゃんとかそういうものまでも全てわかるぐらいに復元されてて、なんかされてて、手が一個多い、はい、されてて、なんかもううわー、なんかもうすごいなって。一個聞いて、今これをこの話をどういかに視聴者の皆さんが面白いなって思ってもらえるか話を広げようと必死に聞いてた結果、はい、
無理です無理いただきました、面白くはできんやったわ、で今で一番面白かったのテテテのとこテテテテテテみんな知りましたかね皆さん歴史とかなんか興味ない、興味あるよ、あるけど、ある、例えばあのね今ね NHK でマスケティアーズっていうのをやってまして、あのね10なんだっけ十死体、あーはいはいはい、まあそれもパリの話なんですけど、パリのなんかマリー・アントワネットとかなんかその辺の時代の多分その辺好きで、なんだっけ、枢機卿とあの十死体とあのキリスト教とかなんかカトリックとかそっち系をあの遂行してる人たちと、あの戦う人たちとで派閥が結構あって、でいろんな問題をこうクリアしていくっていうやつなんですけど、あ、ドラマってこと？ドラマです、ドラマ。あ、そういうことね。で声優さんがめっちゃ豪華なんで私。声優？声優さん。ドラマなのに？そう、そうです。あの日本語訳の。日本語訳のです。あ、日本人じゃないってことか。あの宮野真守さんっていう。あ、大好きだね。はい。姉さん大好きな。真守さん来た。とかね、中村雄一さんとか。ああ。ね、めっちゃいいね。なるほど。声を聞きながら歴史が学べるんですよ。でもさ、そういうのいいよね。なんかドラマ見ながら勝手に学んでるっていうの良くないですか？まあね。そう、私もなんかこう学校の先生が漫画でその歴史を教えてくれる先生だったんですよ。で、4コマ漫画とかをすごいいっぱいこうくれるから読んで、それの時が一番楽しかった。ただね、言葉だけ言われてもやっぱ入ってこないから、そうそうそう、絵とね、文章が。じゃあ、あの芸人さんいいやん、本能寺の変な。めっちゃいいやん。確かにそうなんですよね。その人なら聞く気ある。なんかあの千度鬼城門弥生古墳飛鳥でしょ。あー、学校へ行こうの。あれで私歴史の名前全部覚えましたもん。そうそうそう。あったあった。ああいうのがね、一番入ってきますからね。確かに確かに確かに。入ってくるわ。覚えちゃう、歌詞として。そうそうそう。確かに。世界史とかそういうのやります、ラベンダー。え、歴史の歌、はい、あの若い子人気で作れる、若い子に人気で、私がマリン先生、マリン先生作ればいいんだ。マリン先生がちょっとその好きな時代を、古代のとかの、そしたら覚えやすいみたいな、ラベンダーの曲覚えやすいみたいな、中学生増えるの、中学生もめっちゃ増えます。ポンペ、ポンペで、考えそうな、なんかこういうなんか妖怪ウォッチ的なダンスつけて、宣伝文句はこれを聞けば絶対受験合格します。めっちゃいい、めっちゃいい、これで100万合格。そう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 、中学生のファン増えそうですね。いいじゃんいいじゃん、すごいもう夢が膨らむ、超いいやん、めっちゃいいよそれ。でもそしたらあの芸人さんに負けんようにせな。そうですね、芸人さん結構来とけん、本能寺の変。確かに。じゃあフューチャリングすれば、あー、いつか一緒に出ないと踊らない感覚になるよ。キレキレよ、夢が膨らむね。膨らみますな。確かにコラボしましょう、お願いします。ぜひ。絶対見てない。本当ですよね、日本史だから。向こう日本史だから、こっち世界史とか。世界史で行く、世界史で行こうよ。規模でかいのか。規模がでかい、規模でかいです。世界広いな、世界広いから、世界広いなのさ、セリフから始めようよ。世界広いな、だん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 、シュール、めっちゃシュール。ちゃんとちゃんとあの背景とかもやってもらって、 PV とかも作れそうじゃないですか。悲しい歌を、悲しい歌詞になった時はちゃんと演奏も悲しくしてね。ああ、確かに。マイナー系でこうやって、マイナー系でやって、知ってる単語並んでるだけだろ。そうそうそう、楽しい、楽しいというか覚えやすそうですね。まあね、話題はある、話題性はある、話題性はある。じゃあ1年以内に頑張ろうか。確かに結構長い目で見ないとかね。結構長い目で、結構長い目でも、なんかこう作ったとしてもすごい、ラベンダーでこうやるってなったら上の人どう思うのかな。いや、成長したなってなるよ。確かに、絶対、絶対なるよね。絶対なりますよ。もうみたいな、勉強してんじゃん、そんなことも考えられるようになったんだねって。新聞読んないのかなるよ。ああ。新聞、今誰が言ってるかすごい想像できたんですけど、新聞読んないのかなりますね。すごい、分かりやすかった。でもいいかも、いいかも、いいかも、見直されるかも、見直されるかもしれないですよ。
確かに恋とか愛しか最近言ってないけどね。そうですね、結構複雑な恋愛みたいになってますから、うん、歴史のこと言ったら喜ぶと思う、そうかもしれない。歴史のことね、今歌ってる人いないですよ多分。歴史のおらんやろね。いないですよ。第一人者パイオニアですから。パイオニア歴史歌のやりましょう。頑張ろう。じゃあ、ね、1年以内、ね、1年以内で、ね、時間をね、そう置いてやりましょうよ。でもね、ぶっちゃけ日本の方好きなんだな。日本史、日本史の方も入ってくるよね。なんかこうやっぱ、うん、あのよくやってるじゃないですか、昔のそのドラマ。昔、うんうん、昔の、うんうん、NHK の大河ドラマ。そうそう、そう、ね、大河ドラマとかすごい好きで、うん、なんか流行ったじゃないですか最近。なんだっけ、黒田、あーなんだっけ、神戸、黒田神戸、神戸だっけ、そう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 、岡田さんがやってるやつ、うん、あの V6 の、あー確か、うん、ドラマ、ドラマです、ドラマ、ドラマやつ、名前が黒田神戸なのそれのやつだ、確か、そう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 、こういうのも流行ったし、うん、昔は何だったっけな、なんかタイムスリップするやつが流行ったよね。小栗旬さんの、え、あ、小栗旬さんのもそうですね。あの、まだあると、あとタイムスリップ、なんだっけな、タイムスリップして、医者がタイムスリップして、あ、ジン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 、めっちゃ好きだった、うん、うわー、あれいいよね、ジン、めっちゃ好きだった。じゃあ、先生、1年以内にいただければ、はい、思います。今夜も最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございます。番組ではメッセージを募集中です。メールアドレスは love@rkbr.jp、ファックスは福岡0928448844です。はい、ということで今日は1年以内に曲を作るという目標を作ってしまいましたけど、え、本当にやります？結構でも歴史をねちゃんとこう知らないと書けないですから、ね、それマリンがやっぱり、あ、マリン先生が、お、え、マジで本当にやる？今よ、やるかわからんって言うなら、あと10秒、あと10秒で、はい、真実は闇の中、はい、意味がわかりませんが、お相手は田中玲奈と、岡田まりなと、宇津美ゆきと、宮沢まりんでした。また来週、バイバーイ。意味わかりませんが。